これはすごい。札幌市営地下鉄、僕が知る限りでは史上初となる快速運転です。今回は札幌市営地下鉄が快速運転をしていた日の様子をお届けします。今から約3年前の2020年12月14日、北海道札幌市北区にある北34条駅の地下連絡通路から出水が起き、通路が水没した影響で南北線の北24条から麻布駅間が運転見合わせとなり、代替バスによる運行となりました。翌12月15日夕方、北24条駅から麻布駅は運転を再開したものの、北34条駅の出水は止まらず、原因もわからなかったことから、北34条駅は通過して運転を再開することとなります。つまり、札幌市営地下鉄で私の知る限りでは史上初となる快速運転が行われたのです。今日は YouTuber になる前に収めた北24条から麻布間の様子と、北34条駅のその後、異常出水の理由を解説します。早速、快速運転の様子を収めた12月15日夜の映像からご覧ください。列車は北24条駅でドアを閉め、通常通り発車していきます。快速運転時の液晶ディスプレイを撮影したかったため、札幌市営地下鉄南北線の5000系車両20編成中3編成しかない LCD 付きの車両を狙いました。液晶のディスプレイには北34条駅を通過するにもかかわらず北34条との案内がなされています。やはりいくらなんでも札幌市営地下鉄普段は快速運転をしないということで、液晶の設定には通過の設定はなかったんでしょうね。だからこそ、しょうがなく北34条には停車しないけれども、このような表示をしているものと推測されます。ちなみに北24条から北34条の駅間は距離 1.2 キロで約2分、北34条から麻布駅間は距離 1.0 キロで2分と、一般的な地下鉄の駅間とほぼ変わりません。今から走行する北24条から麻布間は延伸開業した区間です。札幌オリンピックの前年1971年に札幌発の地下鉄となる南北線の北24条から真駒内駅間が開業し、後の1978年に北24条から麻布間が延伸開業しました。ちなみに北24条駅から麻布駅開業前、1971年から1974年の市電廃止前まで北24条駅は市電と地下鉄の乗り換え駅となっていました。そうした歴史から北24条駅は札幌市内でも有数の繁華街として発展していきます。そんな話をしていたら北34条駅到着しました。しかしながら列車は減速せず徐行して駅を通過していきます。これはすごい。札幌市営地下鉄、僕が知る限りでは史上初となる快速運転です。まだね、東西線にはね、南郷7丁目に待避設備があって快速運転できそうなんですが、まさかのまさか、待避設備のない南北線で史上初の快速運転がなされるなんてびっくりです。ということで、駅通過しました。すげー。この快速運転の原因となった出水事故は、本当に運営の札幌市にとっても、利用する市民にとっても、誰にとってもプラスではないマイナスな出来事だったんですが、ただ起こってしまったことはどうしようもないので、今こういった現実の中で、プラスに捉えるとすれば、地下鉄の快速運転をこうした形でカメラに収めることができたっていうのはプラスな事実かもしれません。北34条駅を通過してもですね、液晶の画面には北34条と書かれています。次は終点の麻布なんですが、このまま北34条の表示で行くんでしょうか。先ほども述べた通り、この区間はですね、南北線で最後の延伸区間です。つまりはですね、この区間南北線で最も新しい区間なんですよね。そんな最も新しい区間で出水事故が起きるなんて、なんだか皮肉なものですよね。南北線の札幌駅より北の区間は北12条、18条、24条、34条と、麻布駅以外は北丸条の駅名となっています。ちなみに東方線に北13条東、東西線に西11丁目、西18丁目、西28丁目、市電に西4丁目、8丁目、15丁目があるなど、5番の目の町らしく数字が入った駅名が多くあります。揺れますのでご注意ください。お、点鉄機ポイントを通過するようです。
おそらく終点到着前にポイントを通過するということは、麻布駅一番線にホーム入線すると思われます。そんなですね、数字地名が多い札幌市ですが、他にも南郷7丁目、13丁目、18丁目の南郷シリーズだったり、市電の西線丸城、山花丸城など、多くの駅名に数字が用いられています。新しい都市札幌ということで、つける地名が足りなかった苦労が垣間見えますよね。例えば北24条なんかは、北22条から26条あたりの地域一帯を指す地名になるなど、ただ単なる数字ではなく固有名詞化しているエリアもあります。そんな話をしていたら麻布駅到着しました。駅長ディスプレイは最後まで北34条の表示でしたね。北34条の駅長ディスプレイ、北34条と表示しながら麻布駅到着します。結構面白い状況ですね。これはこういう、特殊な、イレギュラーな快速運転でしか見られない状況だと思います。ということで列車麻布駅到着しました。いかがだったでしょうか。札幌市営地下鉄で快速運転を行うという貴重な映像であり、解説とともに公開すべきであろうと感じ、今回動画にしました。それでは北34条駅のその後をお伝えしましょう。12月15日に快速運転が実施されて以降、12月18日に出水箇所の止水作業を終え、12月21日には1番ホーム、真駒内方面の運用を再開しました。真駒内方面のみの運用再開であったため、大通り札幌方面から北34条駅で降りたい乗客は一旦麻布まで向かい、そこから折り返し北34条駅へ向かうという特例が認められたそうです。逆もしかりで、北34条駅から麻布駅へ向かいたい乗客も一旦北24条駅まで向かい、そこから麻布方面へ向かうという特例が認められていました。その後12月26日2番ホーム麻布方面の運用を再開し、約2週間列車が通過していた北34条駅は通常通りに戻りました。翌2021年も工事は続けられ、1月12日には2番ホームのエレベーターが使用再開され、1月19日には遊水箇所の止水作業を完了し、一旦の応急処置を終えました。なぜこのような異常出水が起きたのでしょうか。その後の調査の結果、壁の継ぎ目に地下水が侵入し、大きな出水が起きたと考えられました。継ぎ目以外にも3箇所の遊水が認められたそうです。この大量の地下水はどこから来たのでしょうか。原因はいくつか推測されていますが、一番の要因は札幌駅北側の土地が水を含む泥炭地であり、北34条駅も例外なく泥炭地に建設されているからではないかと考えられます。例えば札幌駅南側のすすきの駅や中島公園駅は排水ポンプによる排出量は0リットルでしたが、北34条駅は1時間に1万リットルもの水を排出し続けています。それほど水を多く含む土地なのです。札幌の開拓において泥炭地との戦いは切っても切り離せない話で、ここら辺一帯の泥炭地のヤバさが海を持つ石狩ではなく札幌に北海道の主婦を置く理由につながったのですが、それはまた別動画で解説しているのでどうぞ。そんな多く水を含む泥炭地にとどめを刺したのが2018年に発生した北海道胆振東部地震でした。駅周辺でも液状化現象が発生したことから、約2年のタイムラグはあるものの、一部の専門家は地震との関連は排除しきれないと指摘しています。つまりもともと水を含む泥炭地に建設されていたところに地震による液状化現象が加わり、異常出水が起きてしまったのです。北34条駅のその後をお伝えします。出水した継ぎ目部分には厚さ15センチ、幅80センチの増し壁を増設。さらにこれまで1分間に260リットルだった排水能力も1分間に1000リットルに増強することで地下水の対策を実施しました。漏水事件から1年経った2021年12月28日、札幌市は出水が起きた連絡通路の補修が完了したことを報告しました。しかし現場となった地下連絡通路は鉄筋コンクリートがむき出しになっており、安全性が確保できないため通路は閉鎖されました。そのため間違ったホームにアクセスした際には改札口で駅員に申告して反対側のホームへ行くことになります。いかがでしたか。札幌市営地下鉄の快速運転が行われていたなんてびっくりですよね。ちなみにこの動画の撮影時には青ヶ島へ一緒にチャレンジしたイノもいました。
YouTuber になる前から2人でオタクしてたんですよね。ご視聴ありがとうございました。